ラック野郎。今回ご紹介する車はこちらです。毎度すすごろしの北田です。ななみんです。今回ですね、広島県世羅市の方にお邪魔させていただいております。イベントがですね、飛信会さんの15周年イベントにやってまいりました。今回どんな動画撮るんですか？はい、今回の動画はトラックの運転手の方に自慢の愛車を紹介していただきます。はい、ということでじゃあ早速撮っていきましょうか。はい、はい、水産特急のですね、田中さんに撮影ちょっとさせていただけたらなと思うんですけども、まずですね、田中さんすみません、これ何センチ出してるんですかね、これフロントバンパー。これはご自身でフロントバンパー前出しを作られたんですか？あ、ご自身で作られたんです。すごいですね。で、パイロットのナンバープレート、これって全部ステンレスを鱗に、これは加工してもらってるんですか？あー、すごいですね。ショップ名さんだったりとか多分出せないかもしれないですけど、あ、福岡のスパークさんでこのお車作られたそうです。ミッドナイトエクスプレスってなんかこれ意味があったりとかするんですか？あー、なるほどなるほど。頭にこう思い描いた自分のかっこいいなと思った単語を作られた。これ実際お仕事で使われてるんですね。これ仕事者でいけるんですか、これ？ああ、なるほど、もうここに泊まれてるんですね。なるほどなるほど。いやー、いいっすね。ロマンあふれますね、この車。この作りのこのミラーも、これも同じショップさんで作られてるんですか？あ、ここだけは違うんですね。あ、愛知県のショップさんですよね、もう有名な。なるほど。で、ワンオフですか、これ？あ、売ってるんですね。マジですか、売ってるんですか、これ？どこの会社さんでどんなったりとか作られたんですか？はい、あ、地元の看板屋さんで作っていただけるんですね。すごいですね。また昔ながらのレトロな位置につけてらっしゃいますね。どんなヤンキーホーンですか？あ、これ真鍮なんですね。もう年季が入ってますね。あ、2年でこうなっちゃうんですか？車種はこれキャンターですよね。ブルテックキャンターってことは新しいですよね。23年式の。もうその短期間でここまでされてるって、まあすごいですよね。あー、やられてますね。お、なんと作りはしごとロケットと奥にはちゃんとアンドンまで、見えないところまでちゃんとこだわって作られてますね。めっちゃいいですね。ちょっとサイド見ていってもいいですかね。お、腰が入っとる、腰が。これ機械あるんですか、実際？あ、本当ですか。これはもともと燃料タンクなんですか？あ、燃料タンクをここまで加工されてるんですか？
上にカバーで。こちらが尿素ですよね。尿素の方はこれ鱗で作られてるんですね。めっちゃいいですね。サモキングさんの。ですよね。冷凍機のメーカーさんのサモキングさんのプレートが入ってますね。なるほど。飾りで。これもかなりのこだわりポイントですね。で、サイドバンパーはこれ一体物で作られてるんですね。なるほど。お、めっちゃ好きなんよ、僕、これ。このフェンダー。バックフェンダー。しかもこれ鱗で作られてますね。ホイールマーカーもね、金属入ってますね。いいですね。こだわり満載ですね。最初ガンダムだったんですけど。あ、ガンダムにしてたんですか。あ、そうなんですね。新車の時2年くらいガンダム。あ。あ、コテコテにされてて、で、なんでこの、レトロだったりとかレトロ風にこうちょっとイメージチェンジしようかなと思ったんですか。ロケット、ロケット、はいはい、あ、こちらのロケット、そも、あ、はい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 、もともとは六角で、あ、ぶつけちゃったんですか。あ、はい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 、なるほどなるほどなるほど。ああ、もうやりだしたらもうとことんやり尽くしてしまうみたいな。ロケットぶつけただけで仮想のパターン変えます、普通ありえないでしょ。田中さんこだわりすぎなんで、すごいですね。ちょっとリア見ていいですか。マーカーのこれ縁なんであれ囲んでるんですか。あれね、あれも50年ぐらい前。あ、本当ですか。僕初めて見ました。うわー、かっこいいですね。渋いですね。なかなかないですよね。これめっちゃレアパーツですよ、これ。これこれ。で、テールがヤンキーですか。あー、白金さんのプレートまで入ってて。わかりますか。このアンドンの意味わかりますか。トラックやろう、見てください。見たらわかります。え、アンドン、これ白金さんで作られてて、あ、じゃないんですね。白金さん、あー、もうこちらだけ。あー、なるほどなるほど。内装ちょっとだけ見せていただいて、すいません、ありがとうございます。じゃあ早速ちょっと内装拝見させていただきます。これ青色の金火山で作られてますね。うわー、すごい。うーわー、やっちゃってますね、これ。これ、あれで、あれじゃないですか。これ、シャンデリアもピチッとついてて。DPF ついてる。DPF ついてますね。リレーも、きちんと。マーカーリレーもちゃんときちんとついてる。今、基礎に乗せなくて。そうですよね。ステッカーが置いてあるので、開けて。あ、ちょっときついけど。いいですか、はい、すいません。失礼します。おおおおおおおすげえ、感動もんですね。もう宝箱じゃないですか。もう最高ですね。なかなかスペースがないね。ああ、ですよね。このもしかしてセンターコンソールってご自身で作られたんですか。はい、やっぱ皆さん自分で作られるんやわ。見習おう。これ閉めても大丈夫。うわー、閉めるのも恐れ多い。恐れ多い。あー、無理だ僕。失礼します。あー、怖い。はい。はい。あ、表紙に乗った車、神尾さんとトラックスピリッツさんで。こりゃそうなりますわ。特集まで組まれて。本当ですか。いや、キャデラックバンパーで、ここ何センチぐらい作られた。1メーター。ここまで行ってたんですか。じゃあ、バイザーもここぐらいまで。こちらですね。うーわ、すご
すごいっすね。はい、ということで、水産特急の田中さんのお車紹介しました。いかがだったでしょうか。このチャンネルが面白かったなと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。田中さん、すみません、ありがとうございました。ドリームカーでしたね。じゃあまた見てください。ほな。